窓も何にもない鉄の小部屋みたいなところにですね、音もしないんです。2時間経ったら出てこいっていうに言われるんですね。立ってるのか座ってるのか横になってるのかもわからない。何分経ったのか何時間経ったのか全くわからないっていう、ものすごい不安に数分で落ちるっていうに言われてます。みんな30分ぐらいで出てきちゃうんですよ。もういくらなんでも2時間経ったのいや、俺は、 いい丸一日ぐらい過ごしたと思って出てきたらですね、まだ30分しか経ってないんだから45分しか経ってないというふうに言われてですね、びっくりし、あの、言われてびっくりするんですけど、ニール・アームストロングがですね、この2時間経ったら自分でドアを開けて出てこいという隔離テストですね、きっちり2時間で出てくるんです。ニールっていうのは、 なんだろうな自分を見失いと、ないところがあった。8月の岡田敏夫ゼミはですね、あの、ロケット多めのアメリカ特集ということでですね、えー、最後の週もロケットにまつわる動画を特集しています。こんばんは、岡田敏夫ゼミです。えー、先週の動画ではですね、人類で初めて月に立った男、ニール・アームストロングとですね、彼が NASA に移る前にテスト飛行していたアメリカ空軍の実験機について話しました。えー、今日のテーマはですね、そんなニーニール・アームストロングの反射を描いたファーストマンという映画です。 えー、ララランドのですねデ、デミアン・チャゼル監督と主演のですね、ライアン・ゴズリングのコンビで作られてですね、まあ、あの、公開は2019年ですね。も、ま、う、あ、あの、3年前の映画になるんですけど、3前よ。 いや違う、もう5年前だ。うわー。はい、すいません。え、今日の動画でですね、このファーストマンを補足する形でさらに深くアームストロング船長について語っていきます。え、この動画はですね、2019年2月17日に配信した岡田斗司夫ゼミ第269回を再配信します。え、動画終わった後にもですね、追加のですね、この X15 をですね、使ったですね、あの、アップグレード情報もま、少しだけあるのでですね、お楽しみにしてください。それではですね、ここから、え、無料動画、スタートです。 こんばんは、岡田敏夫ゼミです。えー、2月17日ですね、あの予告通りですね、今日は映画ファーストマンをですね、割と語ってみようと思います。えー、あのファーストマンで書かれた事件をですね、映画とは違う方向から語ってみる。まあ、いわばファーストマン番外編なんですけども、かなりですね、中身を喋っちゃうというかですね、もうほとんど、 浜村淳状態っていうのかな。浜村淳って言ってもわかんないですね。昔あの、関西で有名だった映画評論家なんですけど、映画評論家と言いながら、ほとんど映画のストーリーをそのまま喋っちゃうおじさんでですね、関西人に支持されてて、ま支、あ、持された理由が映画館いかんでも中身全部わかるわっていうものすごい理由でです支、ね、持されてた。<laughs> さすがケチの関西人向けのですよね。というふうな感じでですね、まあ、ほとんど中をですね、喋ってしまうと思いますで、理由はですね、 ファーストマンですね、興行成績めちゃくちゃ悪いんですよ。あの、第一週でもう8位なんですよ。で、多分ね、もう iMAX で見れる劇場はどんどん減ってるし、あと2週間ないというか10日ぐらいでですね、消えてしまうからですね、もう今からですね、あの、見るべきポイントをもう説明しようと思います。で、この映画ですね、アポロや月着陸を描いた映画ではなくてですね、ファーストマンになってしまったニール・アームストロングという一人の男の人生の 8年間を切り取って描いた世界なんですね。1961年に、あの、まあ、娘、最愛の娘、2歳のカレンを亡くしてですね。で、その後、1969年にですね、人類初の月着陸を果たした。まあ、この、1961年から69年までの8年間を描いた映画です。で、全部見たら初めて、あの、最初の方にある娘が死ぬっていう出来事と、月着陸というのが繋がっていることがわかるっていうですね。かなりその、 なんだろうな、文学性が強いというのかなあのもうちょっと考えながら見ないと分かりにくい映画になってるんですね。で例えばその考えながら見るというの,ののヒントはあの映画の中で,です、ね、しょっちゅう月が出てくるんですけども月っていうのは何かっていうと例えばこれ「あのエヴァンゲリオンの」の、まあ、よくあるワンシーンなんですけどもですねなんでこれがあの綾波が月をしょってるのかっていうと月が死の象徴だからですね。 えー、太陽が生命の象徴であり、月は死の象徴であると。これはもうその、えー、まあ、西洋文学とにかからずですね、東洋でも割とあの、スタンダードなんですけども、なので、あの、死を、あの月を背負って現れたのは、例えばあの、機動戦士ガンダムではマチルダさん。で、この綾波もですね、出てきた時にですね、あ、このキャラは死ぬなっていう風に、例えばこの綾波だったらオープニングでわかるんですけども、えー、この、ファーストマンという映画の中でもですね、同じく、 月っていうのはですね、その死の象徴として現れるんですね。で、例えばその、一番最初の映画の方でですね、あの娘と二人で、二歳の娘と月を二人で見上げるシーンがあるんですけども、 その後ですね、娘が死んだ後もですね、月だけがニール・アームストロング、ニールを照らしてるんですね。で、何度も死ぬ、死にかけるたびに、ニールが死にかけるたびにですね、なんかこう、月が見える。月を見上げるシーンが出てくると。その月がですね、早くこっちへ来いよっていうふうに呼んでいるように見えていると。そんなふうに撮ってるんですけども。だから、画面にですね、月が現れるたびに、ニールの死が近づいて、やっと逃げると、思わずそこを見上げると、月が、 なんだろうな、恨めしそうにじっと見てると、そういう風うな構造になっています。そんな死の象徴である月に、最後は自分からですね、あの、向かっていってしまうんですね、えー。で、その自分から向かっていってしまって、着陸して、その上をですね、歩くことになってしまったという男のですね、不思議な話なんですよ。 えー、まあ大体こういうふうな行動でできてるんですけども、大丈夫ですかこんな感じで,ですね。まあ黒、あ、黒服って書いてる、えー。コメントに黒服だ。まあそうなんですよ。だから今日は、そういうですね、死の話をですね、死の話に合わせようと思ってですね、ちょっとあの、もう全部黒でこう <laughs>、着てきたんですけどもですね。いやー、えー、限定あるのか一応ね、限定あります。今日ね、40分早く、あ、遅くだ。始まったので、21時25分ぐらいに、 限定にしてみようと思うんですけども、僕もね、今日の話、どこで、その、切っていいかわかんないんですよね。なので、大体いいですね、21時25分ぐらいになったら、あの、終わろうと思います。えー、っと、なんで遅れたいや、もう本当に、レジュメを延々作って、本当はね、今日ね、ファーストマンとセカンドマンの話しようとしてたんですよ。ファーストマンのニール・アームストロングと、 セカンドマンのバズオードリーの話をしようと思ったんですけども、これがね、バズまでね、いかないんですよ。<laughs> なので今日はファーストマンの話だけで、えー、やってみようと思います。はい。ということでですね、えー、よろしくお願いします。えー、オルドリーの話は前にもしてた。まあそうなんですよね。オルドリーの話は前にもしてたんですけども、やっぱね、調べれば調べるほど、 ニールはそんなに面白いやつじゃないんですよ。正直言って。ただバズ・オールドリンがめちゃくちゃ面白すぎるから話さざるを得ないんですけど、まあ、ニールの方はなんで面白くないのかというかですね、なんでこのニュール・アームストロングという男は1969年に月に着陸してからですね、それから通り一遍の質問は受け付けるんですけども、自分は何を感じたのかとかそういうふうなことに関しては全く語らないままにですね、 何年だったかな ?2012、ね、年かなよいしょ。2012年の8月に死んじゃうまで、ほとんど沈黙を貫いてと言ってもいいぐらい、インタビューには答えず、オフィシャルな場所にもほとんど出ずですね、死んでしまった男なんですね。だから、その彼がなんでそんな男だったのかっていうのを。 語る、語った映画でもあるところが、まあ面白みだと思います。えー、ではですね。まあそんなですね。えー、まあ、その、さっきも話した月という死の象徴にですね、最後は自分から向かって着陸して、その上を歩いてしまうというですね、こういうですね、ものを映画を描く、うん、あの、監督のですね、デイミアン・チャゼルですね。えー、これ、宮崎駿のエンタ 目性、エンターテインメント性と高畑勲の文学性を両方持ってるっていうですね、割と珍しい作家だと思います。クリストファー・ノーランがめちゃくちゃ意識してますね。クリストファー・ノーランが自分が最も評価して同時にライバルだと思ってる若手ナンバーワンの作家、いわゆる70年代にスティーブン・スピルバーグとかですね、あのジョージ・ルーカスが出てきたような感じで捉えていいと思います。 えー、今日はです、ね、さっきも言った通りファーストマンのでか描かれた事件を映画とは違う方向で,です、ね、語ってみようと思います番外編ですね、えー、まずですね映画の冒頭から X15 という飛行機が出てきますこいつですね前回も話した X15 が出てくるんですけどもこれは1962年のです、ね、事件なんですね で、このニエルと X15 の話は前回話しましたから置いときますけれども、どんな状況だったかっていうとですね、第二次大戦が終わった時にですね、危うくアメリカ軍は縮小されるとこだったんですね。もう戦争終わったから軍隊なんかなくていいやと予算食うから、ってことで縮小されようとしてたんですね。で、海軍はですね、巨大な空母や戦艦を何十隻もキャンセルされました。で、陸軍航空隊はですね、爆撃機をですね、あの、キャンセルされて、で、爆撃機のメーカー、飛行機メーカーを慌てて、 ようにですねジュラルミンのシンクですね流し台を売ったりしてですねなんとか生き延びようとしたんですけどいっぱい倒産しましたプレハブの家も作って売ったりしましたけども、えー、倒産が相次いだとで、えー、その陸軍航空隊もですね戦後ですねアメリカ空軍というふうな形で独立しますで海軍に次ぐ大きい存在になってしまいますねで、えー、ところがですねソ連との冷戦が始まってですね核ミサイルというのが生まれた。 で、空軍はおかげでどんどん巨大化しました。実はですね、あのアメリカの、まあ、あの、から発射する、いわゆる戦略核ミサイルってやつですね。あの、地面に掘ってある穴の蓋がガーッと開いてロケットがどんどん飛び出す。あれはアメリカ空軍の管轄なんですね、陸軍じゃなくて。陸軍っていうのはあくまで陸上兵器だから、例えば向こうの戦闘機がやってきたり、爆撃機がやってきたら、迎撃する地対空ミサイル。つまり地面から空を攻撃するミサイルまでは持っていいけども、 そうじゃなくて、相手のところまで行く爆撃機は空軍。相手のところまで届くミサイルはですねえ、空軍。まあなんかそういうですね、仕分けになってたんですね。というわけでですね、陸軍の弱体化が予想されたんですね。で、海軍はですね、この空軍のどん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 巨大化していくのに対抗してですね、例えばこういう、よいしょ。あの、アンドリュー・ジャクソンというですね、名前の、 えー、核ミサイル原子力潜水艦というのを作ったわけですね。えー、これあの、空軍の管轄するですね、えー、アメリカ本土から発射する大陸弾道ミサイルは開発が大変なんですよ。で、おまけに、ミサイル基地っていう場所もバレてるからですね、最初に狙われやすい、敵に狙われやすい。なので潜水艦にミサイルをこういう縦位置にぎっしり積んでですね。で、 えー、これをですね、海中で運んでしまうというアイデアですね。で、えー、動力も原子力にしてしまえば、半年ぐらい水の中に潜りっぱなしで、こっそりソ連に近づいていけば、射程の短いこういうプラリスミサイルでもですね、モスクワに届くんじゃないのかって、こういうですね、アイデアですね。で、対してですね、これに対してアメリカ陸軍はですね、まあ、空軍がミサイル持ってて、爆撃持ってて、で海軍までですね、えー、こういうですね、えー、原子力潜水艦の中にミサイルを縦に積んで、 運用しようというアイデアに対して、陸軍の方はもう本当に手の出しようがなかったんですね。で、仕方なく、こういうものを考えました。うーんと。これ僕あのホワイトサンズっていうですね、ニューメキシコで見てきたんですけども、えー、アトミックキャノンって言われる兵器ですね。えー、最新兵器の原爆を発射できる大砲です。でもこれぐらいしか陸軍の力を伸ばす方が思いつかなかったんですね。もともとドイツと日本とを降伏させたのは、 陸軍の力なんですよ。空軍が力を削いだと言っても、あくまで陸軍がですね、敵と戦って占領してですね、えー、戦争に勝ったと。で、ドイツを占領するときに捕まえたウェルナー・フォン・ブラウンのチームをですね、わざわざ、えー、陸軍のですね、アラバマ州ハンツビルですね。アラバマ州ハンツビルというところでミサイルの研究までさせたんですよ。しかし、 さっきも言ったようにですね、陸軍に許可されたのはあくまで迎撃用の地対空ミサイルまでですね、海軍が開発しているソ連まで届くような巨大ミサイルの許可は陸軍には許されませんでした。もうなかなか思うようにいかないわけですね。よいしょ。で、えー、ソ連がですね、1957年にスプートニクを飛ばすまで、この不毛な争いでですね、ウェルナー・フォン・ブラウンたちのロケットチームの開発は全然進まなかった。その合間に、まず、 空軍がですね、えー、勝手にですね、空宇宙へと縄張りを伸ばそうとして作られたのがこの X15 実験機です。で、ニール・アームストロング、ニールはですね、この飛行機のテスト飛行中に自動操縦装置が故障して機種が上がったままの状態。つまり、割と水平からそれ以下の状態で大気圏に入らなきゃいけないのに、機種が上がったままの状態で大気圏に入ってしまったと。 で、これあの、ニール以外のパイロットだったら多分死んでるというふうに言われます。で、ギリギリで X15 をですね、なんとか、えー、着陸させたのはですね、デコ,コがどこまでも続いてる、地平線までずっと続いてるですね、エドワーズ・カンコ。エドワーズ・カンというですね、まあ、大昔、えー、紀元前、遥かの世界には潮の湖があったんですけど、それが乾いてしまって、もう平坦な平坦な地面が地平線まで続くエドワーズの元湖の底にですね、着陸します。 このエドワーズ観光のこのデコボコの地面っていうのはラストシーンの月と映像的な陰を踏んでるんですね。ラストでその月っていう死の世界を見せるときに、そこで生き延びたニーラ・ームストロングっていうのを見せるときに、このエドワーズのですね、湖ですね、エドワーズ空軍基地の、まあ、あの、着陸場と言われているんですけど、本当に何もないですね、デコボコのところです。そこがですね、マッピ間の光に照らされているところが、割とあの、映像的に陰を踏んでる世界です。で、 まあ、死を逃れたと思ったら、そのエドワーズのですね、観光の底のような湖の底のような死の世界が広がっていた、乾いた湖の底が広がっていたと。ファーストマンはこのようにですね、常に死と隣り合わせのニールの8年間を扱っています。えー、この X15 のですね、事故の、実は10ヶ月前なんですけども、映画の中ではこれ順番が入れ子になってます。10ヶ月前、1961年のですね、6月。 ニールの2歳の娘、カレンはですね、シアトルの公園で転びました。この転んだのはですね、まあ本当に偶然転んじゃっただけなんですけど、ね、その時すごい大きいコブができたんですね。で、その当時ニール・アームストロングはですね、シアトルのボーイング工場でですね、X15 の次の機体、もう X15 の次の機体を空軍は開発してたんですよ。X20 ダイナソアと言われてるやつです。 後にですね、ミサイルの先につける、もう本当に折り紙みたいな飛行機なんですけども、これで宇宙まで行って、この折り紙みたいなダイナソワというやつで地球にですね、帰ってこようっていうのを考えたわけですね。うん、えー、ボーイング社のですね、その、ニールが働いていたボーイング社の工場っていうのはエメレット工場って言って、僕もあの、昔もですね、あの、昔行ったことがあるんですけども、世界最大のワンフロアの工場だったんです。でワンフロアの工場でですね、ジャンボジェットが6機、 同時にですね、えー、建設できるという工場でですね、えー、工場内にハンバーガーショップが14軒あるというですね、まあ、あまりにでかすぎる工場なんですね。で、ニールは週末以外はここに毎日毎日つあの詰め込まれて、X20 の開発をさせられてるんですね。 で、えー、週末だけ家族と一緒にカリフォルニアに帰るっていうことをやってたんですけども、転んだその日、公園で転んだその日、娘のカレンはですね、目が見えなくなっちゃった。2歳の娘が目が見えなくなっちゃったんですね。で これは大変だということで、最初カリフォルニアであの検査を受けたんですけれども、シアトルの専門病院に行った方がいいというふうに言われて、シアトルの専門病院でですね、カレンは脳の中に空気を送り込んでですね、膨らまして X 線写真を撮るというですね、当時にしても割と最新であり、なおかつ子供にとってはすごい辛いですね、検査を受けます。で、それでカレンはですね、脳幹腫瘍というふうに診断されました。 脳幹腫用にかかっちゃった子供はですね、平均寿命があと1年半しかありません。で、直ちにですね、脳に X 線を直に当てるというですね、治療がスタートしました。で、この時にですね、ニールは、まあ、シアトル、何やってたかと,いうと、シアトルで X の20の開発をしながら、カリフォルニアに戻って X15 とか F104 を飛ばすテスト飛行というのをやってたんですね。で、当時のですね、あの、ニールたちがやってたジェットを 昨日ですね。ジェット機とかロケット機のですね、テストパイロットの死亡率というのは24%というふうに言われています。24%というのは1回のテスト飛行ごとに4分の1近い確率で死ぬということですね。そんなフライトをニールは毎週のようにもう何年も続けてるわけですね。だから、毎週のように、なんか、 死ぬところからですね、ギリギリ舞い戻るというテスト飛行の合間にですね、シアトルに帰って娘のですね、治療がなかなか進まない。もうあと娘は1年ぐらいで死んでしまうかもわかんないって思いながら、あやしたり抱っこしたりしていく。その間にも娘は、まず歩けなくなって、喋られなくなってっていう。だん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 ,だん症状が重くなっていくるんですね。で、彼にはですね、 あの2歳上の4歳のリッキーっていうですね、お兄ちゃんがいたんです。長男がいたんですけども、この4歳のリッキーはむ、妹に何が起きたか全然わからなくてですね、もう両親は急に塞ぎ込んじゃうし、妹は寝たきりになってしまってイライラして、家庭内で割とね、暴れ回り始めたんですね。これは映画の中でもですね、割とちゃんと書かれています。で、えーえー、夫は家にいない。とりあえず週末だけ帰ってきて娘をあやしてくれるんだけど、夫は、 カリフォルニアに行ったり、シアトルのボーイング工場に行ったりして、夫はいない。で、娘はどんどん死にかけていて良くなる様子はないと。で、どんどん息子は粗暴になっていくと。で、これらのストレスで、ニールの妻のジャネットですね。ニール・アームストロングの妻、ジャネットは、だんだん夫にですね、不信感を抱くようになってくる。このあたりがもう映画のですね、冒頭5分、10分あたりなんですよ。で、ニール自体はですね、 まあ、あの、先週も言いましたけど、自分自身は語らない男なんですね。自分は語らない男ですか。ですから、実はモハーベ砂漠の、その、あの、テスト飛行場で、毎週のように自分がテスト飛行で死にかけてるってことを、妻ジャネットに言ったことがないんですね。で、おそらく、もしそれを話してたら、ジャネットはさらにストレスがあると。だって、もうあと何、何ヶ月持つかわからない娘より先に、その夫自身が、 週に1回、週に2回ぐらい、4分の1の確率で死ぬようなテスト飛行というのを続けているというのを分かっちゃったら、おそらくジャネットは耐えられないだろうと思って、ニールはですね、つまりそのことを1回も言,わ言ってなかったんですね。で、一時的にですね、その娘のカレンはちょっと良くなったんですけども、すぐにまた悪化します。で、ニールとジャネットはですね、ついにコバルト線治療というのを決心します。 コバルト線治療というのはですね、脳の一番奥の部分にガンマ線を直に奥深く当てるという方法でですね、これはですね、命を伸ばす延命処置になるんですけどもですね、永遠に体の障害が残る。つまり、ここから先、体の障害がどんどん増えていって悪くなる。その代わり命だけはちょっと伸ばせるかもしれない。それがコバルト線治療です。で、そうまでしてですね、1961年の 6月から年末まで何とか伸ばした命だったんですけども、もうクリスマス前に医者たちはですね、これ以上治療はせずに家族と一緒に過ごした方が本人が幸せになりますっていうふうに言いました。で、えー、クリスマスをですね、えー、なんだろう、ニールたちが持ってるですね、まあ、あの、マルタ小屋みたいなのがカリフォルニアに建てたんですよ。 そこでクリスマス一緒に暮らしてですね、もうもはや歩けないし話すこともできなかったんですけど、何回かですね、カレンが笑うことができた。そういうわけで、なんかこう、ちょっといいクリスマス過ごせたんですけども、年が明けたらですね、どんどん病状が悪化して、1962年の1月28日ですね、公園で転んでからわずか6ヶ月後にですね、カレンは死んでしまいます。で、カレンの葬式の日ですね、えー、と、 友人のですね、ウォーカー一家というのがあって、その友人のウォーカー一家の奥さん、グレースウォーカーという人がですね、まあ、証言残してるんですね。ジャネットはすごく取り戻して、取り乱していたと。ニールの奥さんのジャネットはすごく取り乱していて悲しんでいたと。でもニールはちっとも悲しんでいるように見えなかったと。ニールはどこまでもクールで私たちの世話をして、カクテルがもうなくなってないかとか、あとなんかご飯とかの世話をして、で、暇があったらちょっと外を見てるんだけれども、あの、 悲しんでるように見えない。で、映画の中ではですね、この悲しんでるようには見えないニー色を描きながらですね、娘が埋葬されて墓地の中に穴をもう掘るわけですね。その穴の中に娘の棺がぐーっとあの降りていくシーンですね。キリ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 ,キリっていうふうに、あの、 娘の棺をですね、深い穴の底を下ろすんですけど、その穴の底をずっと見つめているニールだけを映すんですけども、以後ですね、この先映画の中ではですね、常にこの穴っていうのが死のメタファーになっています。何か穴があったらニールはそこを見てしまうというようなですね、何か穴があるとそこは人を埋める穴だっていうような死のメタファーになっていくんですね。で、カレンが死んでですね、たった一週間後にニールは仕事に復帰しました。 奥さんのジャネットは仕事に行かないでって言ったんですけども、まあ奥さんのジャネット自体が後に行ってます。はっきり言って逃げるようにニールは仕事に復帰した。仕事に復帰してもう次の日に上層部にあのテスト飛行させてください。いや、お前、娘がっていうふうに言ったんですけどニールは、いや、飛びたいですっていうふうに言ってその4分の1の確率で死ぬようなですね、テスト飛行というのをまた繰り返す日々に戻ったんですね。 で、その後ニールはですね、1ヶ月の出張を取って、またシアトルに行って、X20 の開発をしてしまってですね、ずっとジャネットに会わないままだったんですね。で、ようやっとアームストロング家が、まあちょっと平和を取り戻したようになったのは、あの、カレンが死んでから2ヶ月後ですね、もう4月になってからです、ね。オハイオ州のですね、若,若っぽ、 <laughs> ワパコネタっていうですね、ちょっと言いにくい、ワカポネタというインディアンの言葉、現地のインディアンの言葉ですね、の牧場でですね、休暇を取った時なんですね。で、このワカポネタ牧場で休暇を取った時が実は映画の冒頭で出てきた X15 の事故の直後だったんですよ。だから X15 の 事故っていうのはニエルが本当に宇宙空間に弾き飛ばれて,てもう帰れないかというふうな時にギリギリになってなんとかエドワーズに帰ってきてモハーベ砂漠に胴体着陸みたいに X15 ですね、ねじ伏せるように着陸させてそのまま休暇を取ってで家族と一緒にこうまたそれを話さずに俺死にかけたんだというふうなことを言わずに休暇してたんですねでその時ですね、そのワパコネタ牧場でですね偶然 羊が死んだんですよ。小羊が死んだ。それは伝染病か何かだったんですけどもですね。えー、ニールの妹ジェーンもですね、同じ牧場で、あの、一緒に休暇を取ってました。家族全員で休暇を取ったんですけど、その時にすごく異常に思えたのがですね、ニールが決して羊たちがいるですね、の、休舎っていうんですかね。小屋に近づかなかったことだと。それまでそんなことなかったのに、ニールはまるで、なんかその、怖がるかのように羊たちに近づかなくなったと。 まるで自分が死,死というものを伝染していると思い込んだように、自分が近くにいると何か死んでしまうというふうに思ってたように、ニールは何回,や何回家族が呼んでも絶対に羊の小屋に近づかなくなったと。だから自分が死ぬことは全く恐れないんですよ。テストパイロットですから。4分の1の確率で死ぬようなことを何度も何度も繰り返している人なんですけども、人の死に関して、誰かが死ぬということに関して、極端に過敏になっていったんですね。で、 自分が死から逃れるたびにですね、誰かが死ぬんじゃないかと。逆に誰かが犠牲になって代わりに死んでくれたおかげで自分は生き残ってるのではないのかと。つまり、カレンがその死んでしまって、その2ヶ月後ぐらいにですね、えー、X15 で生き残った。 ニールは、徐々に徐々にそんな風に考えるようになったっていう風に、まあ、妹のジェーンたちはそういう風に考えてたんですけども、それもですね、妻のジャネットにはやっぱわからないんですね。後になって、だんだん辻褄が合うようになってきてわかったことです。だから、映画の中でもそれは断言せずに、徐々に徐々に似合わす、似合わすようにして進行していきます。で、えー、ちょっと話が戻ります。 えー、カレンがですね、1961年の6月ですね、シアトルの公園で転ぶ2ヶ月前、4月です。アメリカの歴史を変えるようなですね、事件が起きました。そのうちの一つはガガーリンのですね、地球集会です。これでアメリカはですね、決定的に、あ、それに負けてる、科学で負けてると思ったんですね。で、第二次大戦でですね、科学の力でナチスドイツを破り、日本を破って世界一になったと、本当に自信を持ってですね、あの、なんだろうな、 油断してたっていうぐらいですね、自信を持っていたアメリカという国にとって、ガガーリンが月をあ、地球を回ってですね、で、アメリカがそれを全くできないというのは本当にプライドをですね、へし折られた事件だったんですね。でおまけにその3日後、有名なキューバ危機が訪れますあ。カリブ海のですね、小島ですよ。その国がですね、以後アメリカとは国交せずに我々はソ連と付き合うと言ってですね、アメリカを見捨てるカリブ海の小島が、 そのお膝元ですよね。そんなことが起こってしまったのはですね、発足したばかりのジョン・ F ・ケネディ政権はパニックになります。で、ケネディはですね、その結果ですね、誰かで構わず呼び出してですね、なんとかアメリカが世界一に見える方法を誰か考え出せっていうふうに命令するんですね。で、そこで出てきたのがですね、副大統領のリンドン・ジョンソンです。で、このリンドン・ジョンソンがですね、提案したのが締め切りを伸ばしましょうという意外な方法でした。 どういうことかというと、正直に言って、ソ連との間の科学力の差はどうしようもないというふうにジョンソン言います。これがミサイルギャップと言われることで、実はこれも1990年からですね、21世紀に入ってきたあたりで、ミサイルギャップというのはそんなになかった。実はアメリカのですね、軍部、リンドン・ジョンソンや軍部たちが無理にソ連の科学力を大きく見せて、自分たちの勢力を拡大するための手だというふうに、今になって言われてるんですけど、そんなこと、その当時わかりません。 ジョン・エフ・ケネディは、ジョンソンに、副大統領のジョンソンに、ソ連との科学力の差は、はっきり言って突きすぎてしまった。もうどうしようもないと。だから、正直言って、この2年でさらに引き伸ばされると。あの、向こうに追い抜かれると。追い抜かれるとか、どん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 追いつけなくなっていくと。だから、短期的な目標は全部負けてしまうと。 この2、3年で何とかしようと思うのは負けてしまうと。だからそういうですね、短期的な目標は全部やめようと。それよりも長期の目標なら必ず経済力で勝てると。アメリカが本気になって開発を進め、研究を進めれば必ず5年後、10年後にはその経済力で、圧倒的な経済力でソ連に勝てますと。だから今年1961年にはアメリカはソ連に勝てません。来年1962年も勝てないでしょう。 でもあなたのケネディ大統領の任期の終わりであるですね、1964年には成果を出せます。で、2期目の大統領選挙のとなれば、任期は1968年までありますよねと。ケネディ大統領がもう一回大統領選挙に出て当選すれば任期は1968年もあると。その頃にそれに逆転勝利できるような目標。それは月着陸しかないでしょう。というふうにリンドン・ジョンソンは言いました。これにですね、ケネディは、あ その手があったかと口車に乗った JFK はですね、えー、もうわずか2週間後の5月にですね、両院で演説します。あの有名な60年代末までにアメリカは人間を月に送るのだ というふうに宣言します。送って帰ってくるなというふうに宣言します。ここにアポロ計画というのはスタートしました。だから、えー、アポロ計画というのはマーキュリー計画が終わって、ジェミニー計画が終わってアポロ計画が始まったのではなくて、1961年の段階でマーキュリー計画、ジェミニー、アポロというのは同時に始まったんですね、えー。なのでですね。まあまあまあ古い話になるんですけど、ドリームという映画がですね、えー 去年か公開された時に、私たちのアポロ計画って副題が、あれアポロ計画じゃない、マーキュリー計画だというですね、一部のですね、無粋な映画評論家やマニアによって攻撃されてですね、タイトル変わっちゃったんですけど、僕はそれを聞いてですね、まあ、中途半端に物事を知らん人間がよく言うなと思ってですね、あれアポロ計画で、アポロ計画、だジョン・グレンが打ち上がった時はもう完全にアポロ計画が始まってたんだから、あれアポロ計画の一環で全然構わぬよと思ったんですけど、まあそれは置いときましょう。 <laughs> でですね、えーまあ、ここにアポロ計画をスタートしました、えー。進行中のマーキュリー計画と、その次に予定されたジェミニ計画とが、一続きのアポロ計画を含めて大きな計画になったんですね。それは、10年がかりでソ連を追い越して、そしてアメリカが月着陸でですね、勝利するというシナリオでした。 で、えー、ジョンソンの予想通りですね、1961年はアメリカはですね、負けっぱなしでした。5月にようやっとですね、アラン・シェパードを乗せたですね、えー、マーキュリーカプセル打ち上げたんですけども、地球の周りは回れずに弾道飛行でも落ちてくるだけ。7月のガスグリソンも同じです。同じく弾道飛行ですね。周回軌道に乗せれるアトラスロケットはまだまだですね、実験するたびに爆発するですね、まあ不安の残るロケットでした。 で、ようやっと年が変わってですね、1962年、さっきも話したように、ニールの娘カレンがですね、死んで1ヶ月後、2月20日にですね、ジョン・グレンはアメリカ人で、ようやっと地球の周りをですね、3周回ることに成功しました。で、この時のアメリカのですね、熱狂はすごかったんですよ。もはや伝説で、あの、歴史上最もすごいアメリカの熱狂やパレードっていうのは、1927年のですね、リンドバークのですね、パレードというふうに言われたんですけども、 えー、リンドバーク以上になったんですね。ジョン・グレンっていうのは。で、以後ここまですごい英雄はアメリカの歴史に現れてません。実は月着陸したアームストロングのアポロ11号のパレードもですね、その後ニューヨークで開かれたどんなパレードもですね、ジョン・グレンのパレードほどすごくな,なかったんですね。あれが一番本当にすごかったんですよ。アメリカの歴史で。で、えー、まあそんな状態でした。で、娘が死んでですね、自分だけが X15 の事故で生き残ってすぐ、 ニールはですね、ジェミニー計画のパイロットに志願します。えー、X20 ですね、娘が病気になってからも、毎週毎週ですね、5日間ですね、あの、シアトルに通ってた計画のですね、X20 ダイナソー計画は、もうマーキュリー計画が成功しちゃって以降ですね、打ち切りが決まったんですね。 つまり空軍はもう宇宙に行けないというのがはっきり分かっちゃったんですね。でもはやジェットパイロットとしてはこれ以上のキャリアアップ、出世は望めないと。時代は宇宙の飛行士こそ真のヒーロー、真のパイロットだと言い始めていた。それがジョン・グレンが地球を回ることによって証明しちゃったんですね。なので、4月になってですね、ニールは、えー、っとジェミニ計画の願書っていうんですけど、願書を受付してたんで,ですね。それに応募します。 ですね。しかし、5月にですね、まあ、ちょっと遅れて届いちゃったんですけども、えー、NASA はそれを多めに見て受領してくれました。しかし、5月に願書が届いてもですね、返事来ないんですね。でも、いきなりですね、ニューメキシコに行けと。アルバカーキというニューメキシコの街ですね。えー、あの、ブレイキングバッドでおなじみのですね、アルバカーキの町にですね、ラブレース病院、ラブレースクリニックという病院があります。これ、あの、僕も偶然ですね、去年行ってきたんですけど、そこで検査を受けろという言われるんですね。 でもそれは極秘だと誰にも言うなと。で、ジェミニ計画に関係あるのかと聞いてもですね、答えてくれないんですけども、何のことか分からずにラブレースクリニックに行ったらですね、ものすごく精密なですね、身体検査を受けさせられたと。で、あ、これジェミニ計画じゃないかなと思ったんですけど、それが終わったらまたモハーベ砂漠に戻ってですね、今度は F104 でですね、何回かテスト飛行。 受け、あの、仕事として受けます。これはまあ、あの、幸運にもですね、事故が全くなかったんですけど、次はフランスの会議に行けと言われて、フランスまで行って帰ってきたらですね、また今度は X15 の、えー、テスト飛行です。X15 はですね、今度はマッハ7.5にまで持って行けと言われて、もう、X、X15 の最大速度に近いですけ7.5まで持ってきたときにですね、あの、操縦席中に煙が溢れ出しました。 どっかが燃えてるんですけど、どこかわからないと。燃え続けてるんです。X15、なんとかまた着陸させて、また死にかけたわけですね。そしたら今度はサンアントニオというカリフォルニアの街でですね、心理テストを受けろというふうに言われたんですよ。で、ここでですね、その、本当にその、燃えてるコックピットをガーッと着陸させて、すぐに受けた心理テストというのはなかなか厳しくて、中でもですね、全員がですね、これ辛いって言ってたのがですね、隔離テストなんですね。 隔離テストっていうのは、ライトスタッフとか映画でも出てきたんですけども、実際は窓も何にもない鉄の小部屋みたいなところでですね、音もしないんですよ。音も、あの光も全くないので、一切の感覚が途絶されてしまって、人間はそこで自分が立っているのか座っているのか横になっているのかもわからない。何分経ったのか何時間経ったのか全くわからないっていう、ものすごい不安に数分で落ちるというふうに言われてます。 そういう完全なですね、その登山された場所でですね、隔離、テストというのを受けてですね、2時間経ったら出てこいというふうに言われるんですね。で、この2時間っていうのが全くわからなくてですね、みんな30分ぐらい出てきちゃうんですよ。もういくらなんでも2時間経ったのと。いや、俺は、丸1日ぐらい過ごしたと思って出てきたらですね、まだ30分しか経ってないとか45分しか経ってないというふうに言われてですね、びっくりした、あの、 言われてびっくりするんですけど、ニール・アームストロングがですね、この2時間経ったら自分でドア開けて出てこいという隔離テストにですね、きっちり2時間で出てくるんですね。で、これどうやったんだと言われたら、いや、あの、えー、下宿のベッドに男が15人を歌ってたというふうに答えたんですよ。で、この下宿のベッドに男が15人というのを僕も調べたんですけども、なんとか分かったのはですね、えー、アメリカの数え歌でですね、あの、ボーイスカウトがベッドに10人っていうのがあります。 あの、アブラハムの子は11人だっけ一人はのっぽーで後はちびって、ああいう手の数え歌ってのがアメリカによくあるんですけども、ボーイスカートがベッドに10人っていうのは、ボーイスカートがベッドに10人寝てて、で、ロールアウト、ロールアウトっていうふうに、一人がちょっと向こうに詰めて、ちょっと向こうに詰めてって、向こうが一人で落ちちゃったっていうような数え歌なんですけども、 これがですね、あの、どうも、当時のアメリカのですね、大学生の間で、下宿のベッドに男が15人寝てると、向こうへ行ってくれ、向こうへ行ってくれ、一人落ちたっていう、あの、替え歌になったらしいんですね。それをですね、ニールが自分のペースで歌うとですね、えー、なんか、なんか、30秒だったから、なんか、1分とかで収まるら、収まったらしいんですよ。あ、違う、なんか3分くらいか、収まったらしい。それをきっちり何十回か歌ったら、ちゃんと2時間になった。 のでですね、出てきたらですね、もう本当に、あの、ほぼ2時間ぴったり出てきたらしいんですけども、こういうですね、ニールっていうのは、なんだろうな、自分を見失いないところがあったんですね。みんな、どうやって自分が冷静なところを見せようかとか、どうやって自分が、そんな感覚登山テストみたいなを受けて、平気なところを見せようとしてる、してるところに、ニールは、要するに2時間ぴったり出てきたらいいんだな。じゃあ、俺は、 できるだけ正確に数を数えたらペースが狂っちゃうから、一番知ってる歌を何十回も続けて歌おうというふうにだけ考えて2時間出てきた。で、この辺のですね、まあ、クソ度胸というか落ち着きというのが認められて、あの、最終選考に残ります。8月に最終選考があって、その時に32人ぐらい残ったんですね。何百人がいたのが。で、その32人を招いたパーティーに参加したんですけども、もともとですね、あの、アメリカの宇宙飛行士、ニールが応募したのは第2期って言われます。 それがニューナインって言われたんですね。9人なんですよ。で、9人の枠で、まだ32人残っているわけですから、まだ誰が通るかわかんないんですけども、ニールはですね、パーティーに、それのパーティーに参加して、終わってまた、モハーベサ漠で毎日毎日テスト飛行に参加していました。で、ついに9月ニールにですね、ヒューストンに来てくれっていう電話があります。もうこのヒューストンに来てくれっていうのはやっとわかるわけですね。えー、9月15日までにですね、ヒューストンのライスホテルに、 極秘で来いとで。その時にニール・アームストロングとは名乗るなと。ホテルでチェックインするときにマックスペックという偽名を使えというふうに言われるんですよ。で ライスホテルでは、そのライスホテルでですね、何日も前から変なことが起きてたんですね。なんでかというと、やたらガタイのいい男がですね、マックスペックです。チェックインし,てし,しますって言ってですね、全く同じマックスペックという名前の男が8人、もうすでにチェックインしたんですね。で、で、最後の日にですね、ニール・アムストルンがマックスペックスですって言うのになったんですけども、バイトの子の一人がですね、当時働いたアルバイトの男の子が一人、何か変だと思ってですね、支配に行ったんですよ。変ですよと、マックスペック で同じ名前の男は何人も何人も来てます。ソビエイトのスパイじゃないですかって言ったらですね、<laughs> 支配人は、うん、あの、このことは誰にも言うなと。で、以後お前はやんなくてもいいって言って、マックス・ペックはですね、全部支配人が直に担当することになったんで、余計にホテルの従業員は全員何か、何か変だということがバレてしまったんですけどもで結局、あの、9月15日にですね、ニーラ・アームストロングが参加して、マックス・ペックが9人揃って、で、翌日9月16日、 えー、ヒューストン大学ですね。近くにあるヒューストン大学のライス行動という行動でですね、えー、記者会見が行われました。ニューナインですね。アメリカの第2期宇宙飛行士の公式のお披露目です。ですねで。そこで出会ったのがですね、同じ、アームストロングと同じ民間人出身のエリオット・シーですね。こいつがエリオット・シーです。 で、あと、えー、エド・ホワイト。これがですね、ニール・アームストロングのですね、数少ない親友になりました。この二人がですね。えー、こちら左側がエリオット・シー、右側がエド・ホワイトです。ですね。で、エド・ホワイトはですね、道路を挟んだお向かいさん。ヒューストンにあの引っ越してからですね、道路を挟んだお向かいさんになったんですね。で、エリオット・シーはですね、同じ民間人で、おまけに、 娘がいたと。ちょうどその娘がですね、ニールの,あの死んだ娘のカレンと同じぐらいの年頃だったんでですね、ニールはその子をまあ可愛がりといいですね、えー、割と家族ぐるみの付き合いをですね、この両方としてたんですね。で、この3人はですね、お互いのまあ家を訪問して一緒に晩ご飯食べるほど仲が良くなった。 ニールにしてはもうめちゃくちゃ珍しいんですよ。ま、まあ、本当に親しい人間を作らない人間ですからですね。えー、一緒に晩ご飯を取るほどに仲良くなったと。しかし、この二人とも最後までニールに娘がいたこともですね、その娘が病気で死んだことも知らなかったと言いますから、ニール本当に打ち解けることが少なかったんですね。でも、それでもですね、まあ、あの、ビール飲んだりですね、毎晩のように遊びに行ったり、家族と一緒に食事するというような生活を続けてました。でも、 えーまあ、この二人もです、ね、ニールは娘のことを誘えないと。で、えー、何かというとニールはですね、庭に出て月ばっかり見てるんですね。で、お月さんばっかり見てる。で、それをですね、エリオットは不思議に思いました。で、一緒に二人で散歩しエリオットと二人で散歩しててもですね、ニールはですね、月明かりに照らされたブランコを見て急に止まっちゃうんですね。で、そのブランコっていうのは実はニールの家の昔の家ですね、シアトルにあったですね、 あの、あ、違う、シアトルじゃないや。ええー、とね、カリフォルニアのあの、マルタ小屋の前にあった、いわゆるカレンがよく遊んでいた、死んじゃった娘のカレンが遊んでいたブランコにそっくりのブランコだったんですよ。で、それをブランカレンが好きだったブランコに似てるとで。見上げると月が、その自分の死の世界に誘ってるっていうふうな形でて、あの、まあ、照らしてるわけですね。で、ニールはこの時にですね、一方的に散歩をやめて、まあ、あの、家に帰ってしまいました。で、ニールは、この時の、あの、 ニールの様子を後にエリオットは何かに取りつかれてるみたいだったというふうに語っています。その通りですね、ニールは月に、つまりもう死の世界に何か取り憑かれてるようになってきて、ニールは死の世界に近づいて、かろうじてそこから逃れると他の誰か、ニールの大事な人が死んでしまうと。エリオットはまだ、そのニールにとって大事な人が死んでしまうということが自分のことだ。もうすぐ自分が死ぬんだというふうなことに、エリオットはこの時にまだ気がついていませんでした。 ですね、えー。訓練はですね、1960年、63年と2年間続きました。で、その間にですね、マーキュリーは、マーキュリー計画は終了しました。1964年に無人のカプセルを打ち上げることで、ジェミニー計画がスタートします。ですね、えー。まあまあまあ、ここまでで20、まあ、あと5分ぐらいいいか。えー、とですね、マーキュリー計画っていうのはですね、その、一人乗りの宇宙船のマーキュリー計画っていうのはですね、 とにかく人間を宇宙に飛ばせが、あの、目標だったんですね。だから、ミッションって言ってもほとんどなくてですね、生きて帰るだけなんですよ。だから、宇宙飛行士は何もするなと。目の前にケーキ板がいっぱいあるけども、触るなと。 見てもいいけど触るなと。操縦装置なんかつけてないと。お前らが触る装置はどこにもないと。え、じゃあ俺らがなんかぐるぐる回されながら酸素不足の状態に寄り込まれながらスイッチをいっぱい操作したあの実験や訓練は何のためにあったんだと言ってもですね、その NASA の偉いさんは、うん、何も触るなと。見てろと。見て報告しろと。で、景気のリードアウト、いわゆる読み取りはテレメトリーというやつで、本、あの本部の方に来てるから、もう無理しなくていいと。お前らは生きて帰ることだけを目的だと。 そっから先は次のジェミニであると言われて、まあ宇宙飛行士はしぶしぶですね、従ってたんですね。だから、まあ、初期のマーキュリーカプセルにはですね、操縦装置も窓も何もついてません。えー、後にですね、あの、ジョン・グレンたちがですね、デモ、デモというかですね、ストライキまでしてですね、宇宙、あの、カプセルに窓をつけろとか、操縦装置をつけろと言われて、しぶしぶ後半になったら窓とかがついたんですけども、 ジェミニ宇宙船はですね、ロケット噴射。この次の世代のジェミニ計画が始まったジェミニ宇宙船はですね、ロケット噴射で自由に飛べました。で、大気圏突入もですね、えー、パイロットの判断でできます。 で、アポロ計画はですね、その頃ですね、月軌道ランデブー方式というのが決まりました。これも何回か前で説明したんですけども、となるとですね、地球からの感染が届かない、例えば月の裏側とかでですね、指令船と月着陸船がランデブーしたりドッキングすることが必要だと。ジェミニー計画というのはこのアポロ計画のためのですね、月軌道ランデブーを実験練習するための計画、そのためにプロジェクトが始まりました。 えー、こいつはですね、あの、僕が昔プロデュースしたですね、王立科学博物館という中に出てくるジェミニ8号のフィギュアです。こういうふうにですね、えー、2つのフィギュアが、まあ、あの、くっついてるんですけども、えー、前にあるこの細い長いやつがですね、アジェナ衛星と言います。アジェナ標的衛星ですね。後ろにあるのがジェミニ8号。後にですね、ニール・アームストロングが乗り込むやつです。で、こいつはですね、このアジェナ衛星の後ろの部分にガチャンとドッキングできるようになっています。 えー、この一緒に、えー、近くの距離を飛ぶランデブーと、そしてガッチャンコとドッキングする。これがジェミニ計画の最大の目的だったんですね。っていうのは、月軌道ランデブー方式っていうのは、月の衛星軌道まで行って、それまで重たかった地球から持ってきた宇宙船のほとんどを置いて、軽い軽い月着陸船だけで月に降りる。もう一回月から登ってきて、 あの、月の周回軌道を時速何キロかで、あ、秒速何キロかで回っている指令船に、月着陸船が近づいていって、ドッキングしなきゃいけないという、もうめちゃくちゃ難しいことをですね、やろうとしてるわけなんです。だから、そのための訓練とか実験が、このジェミニカプセルで絶対に必要だったんですね。ジェミニ宇宙船で。で、まあ、めちゃくちゃ難しいし、めんどくさいです。ランデブに関しては、そのうち機会があったら、なんでそれがめんどくさいのかも話したいと思いますけども、多分それはですね、えー ニール・ハムストロングよりもっと厄介な男、バズ・オルドリンを説明するとき、このバズ・オルドリンっていうのがですね、えー、ランデーブルドッキングの専門家なんですね。で、友達の家に遊びに行ったときにですね、奥さんが主人はまだ帰ってませんと。遠回しに、だから帰ってくださいというふうに言おうとしたときにですね、バズ・オルドリンは、まだ帰ってないんですかそれでは奥さんって言ってですね、そのままその家に居座って、その宇宙飛行士の奥さんに4時間の間、ランデーブルとドッキングの数学的講義を始めたという <laughs> 奥さんが帰ってって思ってた。バズは4時間講義を始めた。相手が聞いてよと聞いてまいと関係ないって。おい、それ聞いたことがあるぞ。それ、宮崎駿と同じだよっていう。まあ、そんな男だったんですけど。そのバズ、そのうちそういうふうなことで話そうと思います。で、 えっと、人が乗る最初のジェミニ宇宙船ですね。ジェミニ3号はですね、1965年になってやっと打ち上げました。えー、船長はガスグリソムです。えー、なぜかというとですね、ジェミニ宇宙船はガスグリソムというですね、最初のオリジナル7ですね。NASA のマーキュー宇宙船で最初に選ばれた安易の宇宙飛行士の一人、ガスグリソムが 自分で開発して設計した宇宙船だったんですね。だからみんなガスモビルっていう風に言ってたぐらいです。バットマンの乗る車のバットモビルと同じようにガスモビルというぐらいガスが作った宇宙船だと。で、ガスグリストもそのままアポロ宇宙船の設計にもですね、えー、参加してました。だからニューナインと呼ばれたですね、えー、ニール・アームストロングたちはみんなピンときました。ああ、そうか。 NASA はガスグリソムを、つまり第一期のアメリカの宇宙飛行士であって、ジョン・グレンが引退してしまった今、国民的英雄のガスグリソムを月着陸の船長に決めたんだ。これはその通りです。NASA の上層部ではすでに月着陸するのは、まあ、ガスグリソムだろうなと。彼が一番、いわば先輩だし、で、一番貢献度高いし、ジェミニ宇宙船をほとんど 一人で宇宙飛行士としては一人で参加して作ってるし、設計かかってるし、アポロ宇宙船もガスグリソンが作ってるのもんだしと。だから彼こそが月着陸の人類第一号にふさわしいというふうに考えていて、なので、そのジェミニの有人飛行の最初のパイロットを選んだんですね。で、こういうふうにしてジェミニで一回飛行させて、ジェミニの後半計画で一回また飛行させて、 アポロ1号にまた指名して、そしてアポロ8号、9号、10号あたりの月着陸する具体的なアポロにですね、ガスグリソムを乗せようというふうに考えたんですね。というわけでですね、NASA はガスグリソムを月着陸の船長に決めたんだ。ニールたち、ニューナイン第2期のですね、宇宙飛行士たちはそう思って、まあ、がっかりしました。 はい。お疲れ様でした。今日のです、ね、無料動画ここまでです。えー、アップグレード情報なんですけども、あの、前回はですね、あの、おっきい目のというか、ものすごい小さい模型しかなくた、なかったですね。X15 のですね、やっとあの、おっきい目の模型が手に入りました。まあ、これでも72分の1スケールだから小さいんですけども、見てほしいのはですね、この、 まあ、あの、形というかですね、異様なシルエットですね。すいません。今日、黒の服の上に、まあ、これだからちょっと見えにくいかと思うんですけども、真上から見た形でもですね、この異常に小さい翼とですね、あとこの尾翼の特殊な形わかりますかねあの、垂直尾翼がですね、真後ろから見たらですね、こんなに分厚いんですよ。 でも、これって普通の飛行機の形じゃない。普通の飛行機だったら、こんなに分厚い尾翼だったら、後ろに乱気流が発生してですね、もうなかなか飛ばないというかですね、コントロールできないんですね。で、この水平尾翼もですね、これはあの、後ろのですね、部分だけ動くんじゃなくて、全体がカタ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 動くようになってきて、カタカタということもないですね。えー、ただこれも、えー 超航空まで上がってしまえば、つまり X15 がですね、実験機として実験するような高度に上がってしまったら空気抵抗なんてほとんどなくなってますからですね、あの全体のですね、あの姿勢コントロールっていうのはもうロケット噴射しかないんですね。そういうものすごい特殊な飛行機です。先端もですね、実物僕はスミソニア博物館で見たんですけども、この一番先端の部分がもうボールペンみたいにですね、銀色の玉になっていて、まあ、この中にいろんなセンサーが入,センサーが入っていてですね、圧力とかを測る 全体がその、えーなん、なんて言えばいいのか、ブレンデッドウィングボディというかですね、全体で揚力を発生するような形になってるんですね。だ ただこれももう、揚力とか関係なしに、ロケット噴射のエンジンの,すあの出力で無理やり飛んでる。いわゆるそのミサイルがですね、あの人間を乗せたような形になってますね。えー、映画ファーストマンですね。まぁ、あ、あの、現在アマゾンプライムや UNEXT で配信中です。会員なら無料で見れますけども、動画の中でも軽く話したんですけども、映画自体はですね、実はロケットとか宇宙開発に関する話は薄めなんですよね。もうあの、あのニール・アームストロング主役にしてながら。で で、彼のこと、彼がですね、あの、自分のことをほとんど語らない人でもあったんですよ。で、NASA の要請で、あの、初めて月着陸した後はですね、世界中いろんなツアーでもあったんですけども、本当にね、自分の内面を語らない人なんですね。でその内面をですね、丁寧な取材でですね、えー、だろうな、どんなことを本当は考えてる人だったのかっていうのをゆっくり語った、 実は文芸映画でもあったんですね。だから9割はヒューマンドラマなんですよ。だから、あの、今日の動画でですね、それで足りない部分をですね、あの、ロケットとか宇宙要素を足して語ってるんですけど日本ではね、工業的に大成功したとは言えないんですけども、2018年度のアカデミーですね、あ2018年のじゃねえ、2019年の映画だからですね、2020年のアカデミーには4部門ノミネートされてですね、四角効果賞を受賞しています。まあ、絵力がすごいということだと思います。えー、このゼミで,ですね、8月1日、 いっぱい続けてきたロケットとアメリカ特集を見てくれてくならかなり楽しめると思うので、あのまだみたいな人はぜひ配信で結構ですからファーストマン見てください。えー、あとはまああのー、ここから先の限定部分なんですけども有料会員のみになってまして、えー、もう本当にロケット主義語ありますでですねファーストマンの解説の続きですねで。 え実はその NASA ではこいつだろうと思ったファーストマンになるはずだったガス・グリソンと親友のエド・ホワイトがですね、死亡した火災事故のシーンですね。あとあの映画のクライマックスですね、月着陸船のですね、えー、動力効果と呼ばれるですね、逆噴射して月で、あの、なんだろうな、着なんだろうな衛星軌道からですね、あの降りて月着陸船が着陸するとき動力効果と呼ばれるんですけども、えー、逆噴射してですね、 な,なんだろう、軌道を回ってる速度を無理やり落として、月にまるで石が落ちるように落ちていく。で、その時に、えー、ゆっくりと逆噴射をかけながらお、あの、降りていくんですけども、まあ、そのシーンの解説。で、あと、ね、えー、ニール・アームストーンがですね、月面に置いてきたものの話、正体なんかを話しています。続きを見たい人はですね、公式の岡田投資アーカイブ、YouTube のですね、メンバーシップ、 ドワンゴのブロマガチャンネルついに、ね、復活しました。えー、どれかに入会してみてください。この動画が公開される頃にはですね、そのニコニコ動画のブロマガチャンネルですね、まあ,あの復旧してるはずなので、えー、お楽しみにですね、えー。詳しくは動画概要欄に貼ったリンクに説明があるのであの、それぞれの入会方法を見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたバイバーイ